皆さんこんにちは、ボンドチャンネル土井パフォーマンスです。今回はボンドショップ浦和でカスタマイズさせていただいた車両を紹介したいと思います。紹介してくれるのは横山店長です。こんにちは、よろしくお願いします。お願いします。今回紹介する車がこちら、やってまいりました、アストンマーティン DBS スーパーレジェラ。これを改造する日が来たかと、はい、ちょっとびっくりしました。ただまあ、部品がいっぱいない。そうですよね。もうブログで見てびっくりして、まずもう車が珍しいじゃないですか。そんなにこう街でも見かけはしないですね。フェラーリ、ランボルギーニより見ないですよね。でそこに来てこれをさらにカスタマイズして、そうですね、ちょっとブログに先に出てましたけど、僕がおったまげました。でもうめちゃめちゃかっこいい車なんですけど、さらにそれを今回いろいろカスタマイズしてるっていうことなんで、はい、ちょっと横浜店長にいろいろ紹介してもらおうと思います。でまずちょっとカスタマイズのポイントの前に、はい、車がもうなんか造形がえぐくないですか。いやえぐいですよ。もうフェンダーボンネットかなここからフェンダー、はい、ここから下がフェンダー、もうここってこうどうすればいいんですかっていうぐらいちょっと造形すごいし、あと僕いつも思うのは前回りのこの日本ナンバーの似合わなさそうですね、この取ってつけた感。まあでもあの交通ルールなのでここはこれ今化粧板ついてるんですけど、ついてないとこ白いナンバーボーンじゃないです か, かこれもう完全にデザイン優先させた。そうですね、もうナンバーつけるの前提としてない、はい、もう芸術みたいな外装。そうです、ね、もう最高ですそしてもうこのボンネットもそうだし、あとこういうボンネットにエンブレムがついてくるまで見たことないですよ。そうですね、ないですよね、珍しいですね。めちゃくちゃかっこいいという。でこんな車を今回そのまま足元見ていただきましょうか。ご覧ください、なんとアメリカの単造ホイール1221が装着されてございますでさらにこれちょっと見たことないデザインなんですけども、そうですね、あの大阪店で、フェラーリに入ってたやつ、お客さんがブログを見てどうしてもこれがつけたいってなって12の担当の人に聞いて作ってくれないですかって言ったところ作ってくれるっていうことだったんで。なるほど通りでこう普段見ない、はい、通常ラインナップにないホイール、はい、大阪店のやつは確か黄色の48やつ、ね、テーラーメイドのやつに履いてたホイール、はい、でこれまた造形すごいっすねもう削り込みが半端なくて、まあ、12全般こう結構細かく削ってある感じですけど、まずこの2ピースのこの合わせ面の削り込み1段下がっててさらにこう穴が開いてて、これピアスボルトはそもそもこう1個飛ばしとかじゃなくてこの感覚でしかないんですね。そうですね、もうそれしかつけられないっていうか穴が開いてるので。なるほど、強度はしっかり取ってあるんですね。そしてあとスポークのこの削り、はいこれ穴が開いてるだけじゃなくてここにラインも入って、なおかつこう2つ大きいのと小さいので穴が開いてる。でこのセンターボアのところに関してはもう相変わらずの逆反りの削りですからね、もう訳がわからないです。パッと見でちょっとこう造形が理解できないぐらい複雑に削り込まれてる。で今回色もちょっとボディカラーになんか、そうですね、合わせてっていうわけじゃなく、まあ、あのうちにあるサンプルがあったんで、それやっぱりあの室内で見るのと外で見るのと色がちょっとやっぱパーソナリティも変わるんで、お客さんに外で仮合わせして、まあ、こんな感じの色ですよっていう。なので、まあ、蛍光灯の光と太陽光の光がまたちょっと色味も多少変わってくるんで、このあたり考慮してちょっと濃いめの方の黒にしました。なるほど、はい、じゃあ色味に関してはもう原車合わせで。そうですね、やっぱり原品あるその辺は強みですね。そうですね、はい、しっかり合わせてあるみたいです。で気になるサイズの方はこれ何インチのどのぐらいになるんですか。22インチ 9.5J ですね、はい、でタイヤが26530 20、はい、これなんか厚みも絶妙っすね。あの純正が265の3521なんですよね。あ、なるほど、はい、でフロントはあんまり奥も入らなかったんで、もうそれの変形だけ交換してつけたっていう感じ。じゃあ扁平だけちょっと、そうですね、少しだけ、はいはい、下がったかなっていう感じです。でこれも扁平ありすぎてもちょっとボテッとして見えちゃうし、はい、薄すぎるとちょっと貧弱さが出ちゃうじゃないですか。そうです、だちょっと絶妙なところになってますね、はい、そして今回この出面が今回秀逸だと思いました。そうですね、あのどこで
合わせるかっていうのがもう全く分からなかって、ここの一番出てる面で合わせるとタイヤがすごく外に出るんですよね。なので、まあ、できるだけ中に入ったところをツラに持っていって、それで前後調整したような感じです。これわずかにこう後ろに絞られてってるんですね。だからここで合わせちゃうとこっちがすごく出ちゃう、はい、で、あとはこの車のキャラクター的にあんまりパッツンパッツンじゃないのかなっていうのはちょっと思いました。で、一応ディーラーこれで入庫したいって言われたんですけど、まあ、無理かもしれないですけど、一応お客さんはこのままディーラーに持っていくって言ってました。あ、本当ですか。じゃあ限界のところを一応攻めてるんです、はい、まあ、あとはディーラーごとにディーラー基準的なのもあるんで、まあ、必ず入庫できるっていうわけじゃないと思うんですけど、まあ、一応保安基準だったりとか、はい、まあ、うちでホイール買ってもらったお客さんは無償でホイールノーマルに戻して、はい、ディーラー入庫させますんで、そのあたりはご安心していただければと思います。その辺の対応もしっかりそうですねバックアップできると、はいはい、こんな足元になってて、足元のだからこの負けてないですよね。まあ、でも最初はノーマルの車高でホイールだけつけるっていう話だったんですね。そうなんですか、はい、でもちょっと意外と高くて、アストン両方ともまあ、どのグレードでもどのシリーズでもちょっとやっぱ車高高めなんで落とした方がいいんじゃないですかって言って、ロベルタとアラゴスタを買ってもらいました。なるほど、はい、じゃあ足回りもしっかりこれ手が入ってるんです、ね、はい、でこの車高が実現してると。そうですね、結構落としました、はい、ちょうど 指1本半ぐらいですかね。そうですね、2本は入らないぐらいですかね、はい、ただなんか落としすぎてないんで、そうですね、ちゃんと上品なところで止まってるというか、はい、はい、でこれ足回りはどういう感じになってるんですか。丸ごと交換ですか。丸ごと交換です、はい、普通に。で純正で電子制御の足回りがついてるんですよね。そうですね、それはキャンセラーでカットしてエラーが出ないようにしたのと、まあ、アラゴスターは、まあ、減衰調整できるんで、そのあたりで一応ベストなところを今から探すっていう感じですね。なるほど。であとはロベルタはもう何度もご紹介させていただいてますもんね、はい、まあスーパーカーには必須かなって、リフターは。であとは今回ちょっと撮影で、まあ、少し車動かす機会があったんですけど、はい、やっぱり速いのいいっすよね。そうですね、で、まあ、もしリフターが潰れてもそのまま走って帰れるんで、エアサスと違って、うん、車高調なんで、うん、で基本構造変更は必要ないんですよね。だからその分はちょっとメリットがあるかなって。なるほど、はい、で上がり幅も純正のリフターなんかより全然上がるんですよね、はい、7センチアップです。なるほど、はい、で7センチって言えば結構もうそこそこ上がっちゃうんで、なんでそのこの辺のスーパーカーだったりだとかには非常におすすめな足回りになってるみたいです、はい、そしてあとはもう造形がもう今回エアロとかついてないですよね、はい、そうですね、なんですけどです、ね、もうつけなくても納得の、はい、もうこの造形、もうミラーとかもうドアとか、はい、そしてドアもこのアストンですから若干上に上がるドアですね。そうですね、で意外とどこの場所でも固定されるっていうか、ここでも固定されるし、はい、ここでも固定されるしって、意外と乗り降りしにくいかなと思いつつも、はい、乗り降り意外としやすい。はあ、そしてルーフは今回このブラックで、はい、よりだからなんかちょっと車低く見えますよね。そうですね、ルーフ黒いともうちょっとこの芸術じゃないですか本当にちょっと乗るのちょっとドキドキしますよねそしてここからの膨らんだリアフェンダーで同じように足元が12、リアは若干コンケーブしてるんですかね。そうですね、コンケーブしてます。ただこれもなんかこうアベンタとかのリアに比べるとだいぶマイルドな。そうですね、そこまでガツガツにはいってない、うんうん、釣り鉢状にはなってないですけど、はい、本当にわずかにラウンドしてる感じ。この控えめな感じもなんかアストンのキャラクターと今回のこの色とか、ね、はい、まあ、いじり方にすごくなんかマッチしてるなと。マッチしてますね、はい、こんな感じの足元になってると。もうだからブレーキとかも最初からカーボンセラミックでどでかいですし、はい、もうなんか本当に車高とタイホイールだけでめちゃめちゃ決まりますよね。そうですね、こんな感じの足元になっております、はい、そしてリアも当然もうノーマルと言うべきかノーマルで十分かっこいいと言うべきか、はい、このスポイラーがカーボン で、こんな感じで一応、はい、今からつけるんですけど ASR バルブ開閉のコントローラーが、どこにも売ってなかったので作ってもらいました。あ、そんなこともできるんですか一応全部配線調べて、はい、メーカーに提出してこれだったらこれで多分大丈夫。なるほど、はい、じゃあここからさらに進化するわけなんですね。そうですね、ノーマルマフラーに、まあ、バルブコントロールだけでも結構音が出るんで、はい、じゃあアストンマーティンでちょっとそうですね
音に満足いただけない方は、はい、横山さんにご相談いただければ、ね、もしかしたら解決できるかもしれないと、はいはい、こんな感じになっております。じゃあ続いて内装、はい、で今回もう外装もそうですけど、はい、内装も完成されてるん で、 そうです、ね、まあ、基本的にはカスタマイズしたっていうわけではないみたいなんですけど、ちょっとぜひ見ていただきたい、はい、なんすかこれあのもういいですか、あのやらしいです、もういやもうこのステッチ、これもがたまらなくかっこいい、マンソリーのなんか内装コンプリートみたいじゃないですか。そうですね、近いですよね。これちょっとあの普通の高級車でもないっすよね。そうですね、ないですね。さらにそれを上を行ってる感じ、ステッチの入り方もそうだし、この色味の使い方、もうシートとかもうわけわかんないステッチが、これめちゃくちゃかっこいいっすね。そうですね、かっこいいですね。シートベルトもちょっと赤いシートベルトになってて、はい、このステッチの入り方もなんて言えばいいですか、このひし形組み合わせた感じの、なんなんですかね。でもまあかっこいいよねでアームレストなんかも同じように、そしてちらっと見えるところは全部このフォージドのカーボン、はい、これ本当に内装ちょっといやらしいっていうかエロすぎませんこれだから本当に足元だけでちょっとこう他の DBS と違うし、はい、内装が完成してるんで、なんか全然他の車とこう比べるまでもないな。ないですね、うん、で意外とその乗り降りもしやすいですし、あのシステムが今ベンツになったんで、うんうんうん、あのいろいろスイッチとか操作関係が結構使いやすくなったんですよね。なのであのプラスで売ってるインターフェースとかも使えますし。あ、そうなんですか、はい、じゃあ利便性の向上なんか。そうですね、カープレイがないので、はい、カープレイ追加したりとかもできますし、メディア関係のちょっとカスタマイズとか、はいはい、その辺なんかもできちゃう。そうですね、使い勝手は結構良くなりました。なるほど、はい、こんな感じの内装になっております。じゃあせっかくなんで、はい、ロベルタの動きもちょっと見てみたいと思います。お願いします。上げます。早い早い下げます。最高すぎますじゃあ最後になりますけれども、車の前に最初からちょっと気になってたんですけど、はい、横山さんいい帽子かぶってますね。そうなんです、見てくださいこれ、はい、ニューエラで作りました、はいはい、オリジナルキャップ、はい、まだ在庫ありますか。まだあります、はいはい、じゃあ欲しい方はぜひ横山さんに買いに来てください。ご相談いただければ、はい、販売させていただけるんじゃないかなと思います。そして今回アストンマーティン DBS をご紹介させていただいたんですけれども、アストン全般いろいろできますよね。そうですね、 DB11 とかもうち入ってきてたんで、データ取りは完璧にできると思います。まあ、最初にも言った通り、そのいろんなこう車外パーツがあったりとかエアロパーツがあったりっていうわけじゃないと思うんですけど、はい、まあ、足元だったりだとか、はい、まあ、工夫すれば、まあ、これ見てもらったら分かるように、これホイールと足回りやるだけでも十分スタイル的にはかっこよくなるので、あの人と違ったアストン乗りたいようでしたらぜひご相談いただければと思います、はい、ぜひ横山店長にご相談ください。というわけで、はい、ボンドチャンネルのチャンネル登録もよろしくお願いします。最後までご視聴ありがとうございました。ありがとうございます。